今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週は頑張るよ。それじゃ、レッスン始めましょう。先月の成績を見ると、大変な伸びだ。私も長いことやってるが、ここまでの急上昇はめったにないぞ。この調子で今月も頑張ってくれ。きっと二人の力だね。これからのプロモーションについてだが、そうだな、ま、こんなところだろうな。今月もよろしく頼む。話が弾んで結構ダメになったな。今週は超仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。
今年の七夕は曇りだね。うん、私は曇ってる方がいいの。いいな、早くこっちに入りなさい。しばらくいいなと出かけます。それじゃあ、レッスン始めましょう。私の顔に何かついてる？お姉ちゃんってなんだかお友達みたいなの。それって私が子供っぽいってこと？今日はね、どんなお話しようかな。お姉ちゃんの歌をずっと聞いてるの。一日中？そんなに聞いてくれてるなんて感激。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。
行くよ。明るく陽気になったって感じ。見る目が鋭くなったって感じ？今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。今日の女子プロレスの試合の切符があります。よかったら見に行きますか？僕と。待ってて。ワクワクしてきちゃった。やっぱり戦う女の人って素敵だと思わない？うん。あ、いいわ。大丈夫、私行くね。ただいま。なんだか私まで力が湧いてきたよ。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。
先月の成績を見ると、大変な伸びだ。私も長いことやってるが、ここまでの急上昇はめったにないぞ。この調子で今月も頑張ってくれ。きっと二人の力だね。これからのプロモーションについてだが、そうだな、ま、こんなところだろうな。今月もよろしく頼む。今週の注目曲はイーナのセカンドシングル、ミルキーウェイです。よろしくお願いします。ミルキーウェイっていうと、ミルクの道、シルクロードのようなものですか？シルクロード？違いますよね。ミルキーウェイは英語で銀河っていう意味です。宇宙については詳しいんですか？いいんですか、宇宙のことを言って。はい、では歌ってください。ミルキーウェイ。ちょうど今時間ができたところよ。
忙しくて。どんな話題がいいと思う？その監督の昔の映画を幼い頃見て、いつか映画に出てみたいと思ったのよ。そんなに昔から思い続けてるんだ。すごい。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。先週注目曲で登場したばかりのミルキーウェイが今週のベスト3に入りました。おめでとうございます。いいな、驚異的な伸びですね。ありがとうございます。ファンの皆さんのおかげです。コンサートの予定もあるんですって？はい、来月羽衣ホールでコンサートを開きます。皆さん来てください。それじゃあ、レッスン始めましょう。
それじゃあレッスン始めましょう。したの？私の顔に何かついてる？お姉ちゃんってなんだかお友達みたいなの。それって私も子供っぽいってこと？今日はね、どんなお話しようかな。このお兄ちゃんとイクコちゃんがいるから私今絶好調。そういえばこの前ね、今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。先月の成績を見ると、大変な伸びだ。私も長いことやってるが、ここまでの急上昇はめったにないぞ。この調子で今月も頑張ってくれ。きっと二人の力だね。これからのプロモーションについてだが、そうだな、ま、こんなところだろうな。今月もよろしく頼む。売れてるんだってな、ハオンユキの CD。 ファーストアルバムだろ。もう40万枚超えたんだって。でもちょっと臭いよな。いやでも100万枚いくよ、絶対売れるって。すごいなユキ、100万枚だったらもう完全なスーパースターじゃん。
バム順調だってね。まだまだこの程度じゃ。そうなの？今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。近くにいるよ。スーパードームで会いに行かない？撮影は深夜になるって。たっぷり時間あるよ。ユキ、ファーストアルバム売れてるんだってね。おめでとう。まだまだ。ミリオン何度も出さないとここでは無理ね。ここってユキ、野球やんの？バカ、スタッフと下見に来たのよ。え？じゃあここでコンサートをやるの？それじゃあ、レッスン始めましょう。
行くよ。私も控えめになったって感じ。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。ちょうど今時間ができたところよ。忙しくて。どんな話題がいいと思う？その監督の昔の映画を幼い頃見て、いつか映画に出てみたいと思ったのよ。そんなに昔から思い続けてるんだ。すごい。なっちゃん、今日は中庭でパーティーなの。あなたも参加してね。